大阪府選挙区、令和新選組、八幡愛、34歳。タレント、東日本大震災を機にリポーターとしても活動。現在、学び直しのため、早稲田大学人間科学部に在学中。では、八幡愛さんの政見放送です。令和新選組代表山本太郎です。皆さん、毎年賃金上がってますか？生活楽になってます？残念ながら世界の先進国の中で日本は唯一25年間景気が悪い国です。間違った経済政策、労働環境の破壊、政治が原因です。私たち令和新選組は景気を良くしたい、あなたの使えるお金を増やしたい、その方法を知っている令和新選組です。あなたが生きているだけで価値がある社会、一緒に作りましょう。2枚目の投票用紙、比例には、ひらがな3文字、令和とお書きください。まず、政治がやるべきこと、消費税は廃止。冷やかしで結構です。3分だけお付き合いください。お買い物の時、物の値段上がってませんか？コロナの影響や戦争によって輸入物価上がっちゃってます。今年の4月と去年の4月、物価を比べると電気代 21% 上昇、都市ガス 23.7% 上昇など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 、このような状況ではみんなの負担を軽くするため、上がった物価下げる必要があるんです。一番即効性のある方法、消費税を下げること。景気が良くない時に消費税の減税、当たり前ですよ。世界ではコロナ禍50カ国以上で減税しました。日本はなぜやらない？消費税でお金持ちや資本家をもっとお金持ちにしたいから減税しないんです。具体的に説明します。資本家、大企業が支払う法人税、税率を見るとずっと下がり続けてます。そこに消費税増税のタイミングを当てはめてみると、消費税が上がるたび法人税が安くなる仕組み。さらに詳しく、赤と青のグラフ、消費税が始まった89年から2016年まで、青い部分は消費税収が増えた、赤い部分は法人税収が減ったという意味。このグラフを言葉にすると、消費税収の約 73% が大企業減税の穴埋めに使われていたと言えます。社会保障の充実に消費税が必要って言ってますけど、ほんの一部しか使ってませんからね。大企業や資本家から組織票と献金をもらい続ける国会議員、その恩返しのためだけに法人税は減税。その穴埋めのために皆さんから絞り取ってるのが消費税ですよ。その結果、企業の利益の剰余金、いわゆる内部留保は上がりっぱなし。9年連続毎年過去最高を更新。一方で皆さんの所得は下がりっぱなし。所得の中央値は25年間で108万円も減少しました。その結果、生活が苦しいと感じているのが、全世帯で 54.4%、 母子世帯で 86.7%。 この状態にコロナ災害がやってきて戦争まで起こってる。それでも消費税すら下げない。こんな政治は鬼としか言いようがありません。やらせてください、令和の鬼退治。その仲間は、今この国に足りないのは子どもたちや若い世代への投資です。積極財政によって教育の完全無償化を目指すのは当たり前。さらに学校の制服や体操服、必要な備品も無償。卒業後に結婚や出産の足かせとなる今の奨学金のあり方も変えるべきです。経済の格差を学びの格差につなげてはいけません。私は子供の頃、家にお金がなかったので、学校の制服や体操服はいつも近所のお姉さんたちのお下がりでした。学校指定の彫刻刀も買えなかったので、おじいちゃんの使っていた大人用の彫刻刀を持たされました。友達にはすごいと言われましたが、私は恥ずかしかった。みんなと同じのが欲しかった。高校生になって、友達が受験勉強をしている間、私はずっとアルバイトをしていました。労働は勉強よりも学びが深いと自分に言い聞かせてましたが、本当は大学に行きたかった。今の日本は子供の7人に1人が貧困。貧困家庭の大学進学率は全体の半分以下だと言われています。また、
働いても働いても貯金ができないという単身世帯の割合も増えています。収入が低いから結婚ができないという相談もよく受けるんですが、実際総務省の調査を見てみると婚姻率と年収は比例しています。経済を理由に結婚や子供を諦めなければならない、これは国難です。命は愛から始まる。子供たちを笑顔にし、大人たちも笑顔にする愛のある政治を。今この国に必要なのは愛とお金。八幡愛が変えます。あなたの使えるお金を増やす、生活が楽になる、日本の景気を良くする、消費税は廃止、全国どこでも2枚目の投票用紙比例には令和とお書きください。大阪府選挙区令和新選組八幡愛さんの放送でした。